今日もスキーを楽しむ人たち、湯沢町にあるガーラ湯沢スキー場です。春スキーでまだまだ華麗にシュプールを描きたいという方多いと思うんですが、今年はそうもいかないんです。ところどころに顔を出す雪が溶けた地面、例年なら5月の大型連休が終わるまで営業していますが、今年は今週末で営業を終了するといいます。3月からの気温の上昇がですね、すごく好天が続きましたので、そこでちょっと融雪がかなり早かったと。もともと我々はやはりゴールデンウィークまでの営業という予定でいろいろ準備はしておりますので、営業期間が短縮になるということはですね、やはり会社としては痛手になりますね。今シーズンは外国人観光客が戻ってきたため、長く営業したいところ。先月から今月にかけて日中の気温が上昇、雪解けが早まり、コース脇の雪を集めて整備しても間に合わないといいます。春スキーの常連客に話を聞くと、今年なんか雪の量とかってどうですか？少なかったですね。山頂もゴールデンウィーク明けまで一番長くやってるところなんですけどもね、もうクローズしてましたね。寂しいですね。スキーの好きな人に対してはね、本当にもうできなくなっちゃうのが、スキーシーズンが短くなっちゃいますからね。予定よりも早まったスキー場の営業終了。そこで夏休みに山を滑るサマーゲレンデなど、次のシーズンに向けての準備を進めたいとしています。今からですね、グリーンシーズンの準備の方は着々と、はい、進めてはいますけれども、今春にもですね、ご来場いただいている皆様にグリーンシーズンもぜひ来ていただきたいという告知をこれから始めているような状態ですね。一方、こちらは湯沢町の温泉街です。今年は観光需要の復活に期待が高まっています。温泉街では雪解けが早まったことで街歩きをする観光客が増えているといいます。湯沢町にある和菓子店、この冬は多くの観光客が訪れ、和菓子の売り上げがコロナ禍前以上に。大型連休のにぎわいにも期待を寄せています。ゴールデンウィークは関東からお客様いつもいらっしゃるんで、ですんで、この2月3月の感じが継続して5月の連休を迎えられたらいいなっていうふうに期待してます。暖かすぎる春、スキー場や観光地では次のシーズンに向けた準備が着々と進んでいます。